running? Why are you running? こんにちは。ボン。今回はですね、最強菓子店さんにまたお邪魔してるんですけど、僕の NSR ちゃんがね、壊れちゃったんですよね。焼きついたんで。それ多分、まだ動画上げると思うんで、見てください。今回ね、試乗するのは、こちら。ゴールデンモンキー。モンキーのリミテッドエディションっていうね、こう、メッキがメッキメッキっていうやつなんですけど、これにちょっとね、試乗させてもらいます。80cc もボアしてます。ボアアップ 80cc で黄色ナンバーにちゃんとなってて、早速乗っていく。うおちっちゃちっちゃ僕身長161センチなんですけど、足曲がります。じゃあね、早速キック指導していきたいと思います。でも僕ね、キックプロなんで、ほら、一発。これが僕のキック指導っすわ。ちょっとね、雨が降ってるっぽくてね、あんまり飛ばさないようにね、市場なんで、ゆっくり走っていきたいと思います。で、モンキーね、結構レアですよね。で、しかも 88cc ボアアップにしてるんで、80cc かな ?80 ボアアップしてるんで、すごい面白そうな感じですよね。で、こいつもね、壊さないようにね、乗っていきたいと思います。金色のモンキーね、こんな格好で乗ってたらね、なんか、成り金みたいな感じで面白いですよね。これ軽すぎる。面白いこれめっちゃ軽いやばもう地面目の前ですよ目の前やばちっちゃいやーしっかりねウインカー出してエンジンがちょっと温まるまでね暖気運転目に行きましょうかNSR みたいにねちょっと焼きついたら嫌なんでですねねこのモンキーなんですけどすごいですよねこのモンキーちっちゃいなんかキモいなキモいけどかっこいいですねやっぱモンキーって感じがして地面が近すぎてちっちゃすぎてやばいこれなんだこの不思議なバイクは面白いないや最強カシーテンさんはね、面白いバイクたくさんあるんでね、皆さんも見に来てみてください。てか、雪降ってねやばくねカメラのね、ちょっともしかして水滴がね、こうついちゃうかもしれないんで、ちょっと水滴拭きながら動画撮りますね。すいません。で、これ仕様としては、80ボアのキャブレターがね、こうパワーフィルターになってますね。88cc ボアで。面白い。金色、なり金属なんで僕。吹き上がりとかも 80cc のボアアップとは思えないぐらい綺麗に吹き上がりますね。いや、めっちゃいいな、これ。面白い！これでだってまだ50キロとかなんで、もしかしたら伸びるかもしれないですね、これ。うわやべ、ちっちゃいなんだこれなんだこのバイクやば結構吹き上がりも。オーバーのフル液がついてますね。いい音しますね、これ。しかもね、こう、吸気音もね、しっかりなるから、気持ちいいですね。気持ちよく乗れるの？フラフラしちゃうよ。ちっちゃすぎて。バーン！ NSR ちゃんみたいにね、こう、焼きつかないよね。気をつけないと。見ろ。成金猫数になったぞ。まあね、このね、ゴールデンモンキーね、全部純金なんで、これをね、今から質屋に売りに行ってね、NSR の修理代をね、稼ぎに行きたいと思います。いやー、すげえな、マジで。いや、でも、これめっちゃサクサク走れる。全然パワーもあるし、モンキーの普通の純正だったら、50cc だから正味あんまパワーないんでしょうけど、やっぱ 80cc までボアアップしてると、しっかりパワーが出ますね。もう普通に問題なく流れにも乗れるし、ブレーキとかもめっちゃしっかり効く。でね、この何がいいかって結構ね、モンキー意外とこうハンドル位置、いいですね。いい位置にあるから、ちっちゃいのにちっちゃく感じない。なんか普通のバイクって感じがする。クラッチの位置もなんかちょうどいいし、ブレーキもなんか上がってて、逆に乗りやすいですね。バーンてかめっちゃ雪降っとるやん雪降りすぎでしょモンキーね乗ったことなかったんですよ僕でもこれモンキーいいですねなんかもう俺ちっちゃいけどバイク乗ってますよみたいな感じになれますで多分周りの人からもゴールデンモン
キー、何あの金ピカマイクみたいな、あいつ猫耳ついとるしみたいな、絶対なりますよね。やべえやつおるっつって、これはもう目立ちたい人向けですね。ちなみにこれ限定何台だったかな、あ、まあ字幕で載せるんですけど、確か限定のやつだったんですよね。もうちょっとね行ってみましょう。普通にバイパスみたいなところね、流れ乗れるのかっていうのもやりたいんですけど、まあでもね全然今のところね流れ乗れてるんですよね。もうちょっとバイパス方面行ってみましょうか。最強カシーテンさん、こちらですね、借りてまーす。あー、いいですね。やっぱ空冷のね、いくらね単気筒とはいえね、しっかりね音がねいい音しますよね。タンクエッチだ。でもちっちゃいちっちゃいな、マジでちっちゃい。どっかで止まってどれくらいちっちゃいかちょっと見てみましょうか。コールもできますよ、コールもコールできるわ。試乗車でねコールをするなってね、すいません。実際純正 50cc だったら何キロだ、このこれでこの速度が法定速度ですよね、30キロ。これ無理じゃないですか、普通に。これでずっと走ってたら。普通に邪魔だよね。これね、ちょっとのハンドルのアクションでね、すごい動くんですよね、バイクが。やばい。なんかもう、モンキーすげえ。てか、雪やべえ。雪やば。やばいやばい。ちょ、待って待って。雪降りすぎでしょ。ちょ、怖い怖い怖い。おー、怖い怖い怖い。雪をこう避けながらね、バイク乗っていきましょうか。すごくないですか、普通に今。何速だ、3速4速ぐらいのこんぐらいの回転で流れに超乗れるってめっちゃよくいいですよね、このバイク面白いなー。だとか雪雪降りすぎでしょ、隣の車とかもう積もってるし、雪わーやばいなー。このまま雪降り続けたらあれかもしれないですね、めっちゃ積もって、あの北海道になるかもしれんな。北海道になったらあの夜道雪になるかもしれん、俺自身が夜道雪になるかもしれんわ俺は夜道雪だったかもしれないこれ左に曲がりましょうか、前回と同じように。よいしょ、うおー、なんかちっちゃいからすごい怖い、どこまで倒せるのか分かんないですね。もう意外とめっちゃ倒れるのかもしれないですけど、倒すとやっぱ怖いんであんま倒さないようにいきますね。てか画面がちょっと濡れてたら申し訳ないですね、すいません。よし、ここのちょっと暗いところで止まってみましょうか。すいません、ちょっとここ邪魔になるかもしれないですけど、トンネル内でのね音聞いてもらいたいんですけど、めっちゃいい音しますよね。ハンドル当たらんよな、大丈夫、ギリギリセーフ。こんな感じですね、モンキー。やばいですよね、超ちっちゃい。いやちょっとね、雨が降ってるんでトンネル内で申し訳ないんですけど、これがモンキーですね、ゴールデンモンキーいやちっちゃいなマジで面白いなこれ本当に。じゃあ最強カシーテンさんに戻っていきます。おお、いや普通にやっぱ早いですね。いやーすげえな。てか雨やば降りすぎでしょ。ちょっと GoPro 壊れる、やめてー。壊れてないよね、怖えなー。大丈夫、多分壊れてない。うわやっば、なんこれ雪、雪か、雪なのか、バリ怖やばいやばい、クソ雪降ってんじゃん。でもこんなゴールデンモンキーでね、雪の中ね、まあこれ雨なのか雪なのかちょっともう分かんないですけど走っていきます。いやーでもゴールデンモンキー面白いですね。いやだからモンキー自体が面白いよな、これはモンキーの問題ですね、面白いかどうかは。てかクソ雨濡れたんだけど待ってやばい、これ動画になんないかもしれない。ちょ本当に動画ならなかったら申し訳ないです。めっちゃ雨降って雨の中のね試乗ってなかなかないよね。てか雪、これ雪だな、やばいやばい、クソ雪積もってきた体に、バリ怖い、やばいやばい、怖い、痛い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 、シールド開けたらクソ痛いやべえ前見え待ってこれ左曲がりたいんだけどさ、待って、前がマジで見えない、何も見えないやべえ、あばい、シールド開けたら痛い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 、やばい地獄か、ここは痛い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 、やべえモンキーどころじゃねえ、クソ雪積もってきた、やべえシールド何も見えないやばい、ちょっと待って、マジでシールド凍った、何も見えない、やばい、ちょっと待って、マジで何も見えない、シールド開けたら痛い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 、モトブロックになりますかね。ちょならなかったらすいません、本当モンキーもちょ不調になってない、痛い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 、雪めっちゃ痛いよこれやばい、だ一瞬で雪国になったんだけど、何これ、わあ天国、ここは天国ですか。いやいい吹き上がりってか、これやばくないですか。いきますね、
いた、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 寒、お、寒、寒、いた、いた、モンキーの内容どこ行った？雪、雪の中走るがメインになっちゃった。おー。いた、いた、いた、いや、でも、ここ、こことかも、音反響していいですよね。こう、ガバキックみたいな。痛い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 やば、路面クソ濡れてるじゃん。怖え、これ仮物で走るのは怖いですね。うおー、コーナーリング曲がれ、おら、やべえ、クソクソクソ、雪打ってる、痛い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 、やべえ、痛い、やばい、前の足が見えない、痛い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 、これモトブログ取れて、取れて、取れないじゃん、痛え。雪の中でね、バイク乗るのはやめましょう。痛え、痛い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 、くっそ痛い、痛い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 、やばい、これ帰れるか俺。ゴールデンモンキーのね、市場なのにね、ちょっと雪がね、痛すぎて痛い、見えない、痛い、待って、シールドが凍っててね、スクリーン閉めたら何も見えないの、やばい。ちょっとゆっくりゆっくり帰りますね。あー、なんとかなんとか喋れる、ちょっと前見えないけど、まあ、なんとかこれで帰ります。うわー、じゃあね、このゴールデンモンキーの市場なんですけどね、まあモンキーね、なかなか面白いですねとか急に冷静になったな。シールド閉めたらね、なんとか助かります。ちょっとごめんなさい、あのカメラのね、画角がね、斜めになってるかもしれないですけどね、ちょっとスクリーンの見えるところがね、そこ、ここしかないんですよね。あとね、カメラがね、びしょびしょかもしれないですね。ほんとすいません。ちょっと、地上するタイミングが悪かった。ジャケット凍ってね。これ見えるかな？やばいでしょ、これ。やばすぎでしょ。いや、だから、やば。雪、雪、雪、雪。雪。くっそ寒いわ。ゴールデンモンキーね、これね、いいです。まあゴールデンモンキーがねいいかって言われたらあれかもしれないですけど、モンキーがいいですね、面白い。まあ、皆さんもね、モンキー 125cc バージョンがねホンダから出る、今後出るっていう噂なんで、 125cc バージョンにも乗ってみたいですね。あれはベースがグロムなんですよね。これはもう完全モンキーっていうバイクなんで、普通にだって高回転寄りのセッティングされてるんで、開けるとどっちかというと低速よりも高回転の方がガバーって伸びますね。うわ、てかよう乗るな、こんな雪の日にバイクなんて、やばいな。あー、冷たい冷たい、やばい、グローブ一回外したらもうつけれないかも。よし、つけれた、よし。あの皆さんもモンキーって今結構高いんですけど、まあ買われる方はねおすすめです。結構ボアアップしたりしたら楽しいかな。てかお尻めっちゃ濡れた。ゴールデンモンキーはね、ちょっと超成金っていう感じに見られますね。取り回しもめちゃくちゃ楽なんで、もうなんかどこへでもなんか何でもできる気がしますね、これ。じゃあ最強カシーテンさんにね戻っていくんですけど、ちょっとやっと雨止んだし、ふざけんな。なんで今止むんだよ。もうスクリーンがね凍りまくってね、何も見えない、閉めると。でもね、閉めないとね、あの声がねなかなか取りにくいんでね。雪やばかったな、マジで。今はもう何も降ってないんですけど、なんで俺がさ走る時だけ雪超降るのマジでバイク乗ったらもう大変なことになりましたね。帰宅した。あー、助かった。いやでもこれちっちゃいからね、取り回しが超絶楽なのがいいですね。なんかもうこんなんとかもうピュイって軽っこれめっちゃ軽っ、マジで持ち上げれますね。こんなんですよ、片手で持ち上げれます。いやー、やばいな、マジで軽すぎる。何キロなんだろう車重。いや今回はね、この危ない危ないこれね、倒れてもねこけないっていうのがいいよね。今回はね、このゴールデンモンキーにね試乗させてもらいましたが、ちょっとねあいにくの雰囲気でね、動画が大変なことになってるかもしれないですごめんなさいまあカスタムポイントはね、このオーバーのフル液とリアショックも多分車外ですね。で、あの 88cc のボアアップがされてますね。で、これは純正の色ですね、モンダの純正色です。この金色が純正色ってやばいですよねポイポイ、これはせやないかーい。